どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレンを描いております。今日は原作版の方なんですけど、第2部のハイプ、初めての人気投票、キャラクター人気投票を開催しました。で、今日は全順位を発表したいと思います。で、普通ケックスで発表するんですけど、まあ動画でやったらちょっと違うかなと思って試しにやってみます。で、ケックスでも発表します。そっちはなんかキャラクターのねプロフィールとかおまけ情報をくっつけた感じでやりますので、そっちはそっちでぜひ見てください。で、リメイク版読んでくださってる人で、多分そのちょっとネタバレが気になるからちょっとっていう人もいると思うんですけど、まあネタバレってね、ちょっと線引きが難しいとこなんで、むやみにしないように発表するので、まあなんか知らないキャラの名前が出てきてもあんまり気にせずに別に見れると思うんで、まあ第2部新シリーズで自分が第1部で好きだったキャラクターがどれぐらい活躍してるかっていうなんかティーザーになると思うんで、よかったらまあそういう楽しみ方をしてくれると、大変嬉しいです。じゃあ長いっていうか多いんで、ちょっと順番に下からいきます。あ、で、全部の総投票数が今回なんと5098票、まあ何がすごくわかんないけど、まあその漫画のキャラクターに人気を投票しようって人が5098人いたっていうのは結構嬉しいです。なんかまあ、こういうのってなんか、まあ読んでる人全員がもちろんやんないじゃないですか。で、まあ読んでる中の熱心な方が投票してくださったと思うんで、まあだから思ったより多くてすごく大変嬉しいです。ありがとうございます。ちなみに第1部の時に原作版の方で人気投票やった時はトータル760票でした。だからまあ7倍ぐらい、読者7倍になった可能性もあると考えると、まあ、改めて嬉しいなと思います。53位からキャラクターがね多すぎるんで、あ、ちなみに53位は1票です。ゴーリキ、あれ局長ですね。まあ第1部で局長で、まあ第2部で出世してるんですけど、なかなか上級職って活躍させるタイミング難しいんで、ちょっとまだ控えてるという感じで思っててください。同着53位、伊谷、キャラの名前が誰もわかんないと思うんですけど、第2部読んでる人でも怪しいと思うんですけど、でちょっとこれショックだったんですけど、僕が大好きなキャラクターがもうここに入っちゃってて、同着53位1票でチェンシーが入ってますね。アントレース上海オフィスの主砲、ちなみに劇中、左利きのエレンの劇中で神谷雄介よりもデザインが上手いという設定のキャラクターチェンシーがなんと1票という、このデザイン能力と人気は比例しないというのが、同着53位、ジャイディは、忍者に憧れている、男の人でございます。53位、さくら、誰だってわかんない人多いと思うんですけど、ビビットビームというアイドルグループのキャラクターでございます。はい、同着49位、2票、まあ、この辺はちょっとサクサクいきますね。49位、内波、俺もパッと出てこないかもしれないですけど、目黒広告社の営業部隊キャットのみっちゃんヘアを襲名した2代目みっちゃんの名にふさわしい。内波は結構活躍してたと思うんですけど、まあそのサポートキャラクターなので、まあこっからかなと思います。同着49位、真っ白学ぶ、根強いですね。多分あれですよね、集中力の質っていう考え方を提唱したというキャラクターなので、まあ一部の読者の方からラスボスと噂され、ラスボスっていうかエレンの中で一番すごい人は真っ白学ぶなんじゃないか説があるぐらいなので、49位、同じく五十嵐、五十嵐はルカワの先輩の営業さんです。彼も好きなキャラクターなので、今後楽しみにしてください。同着49位、ノーク、アントレース、バンコクオフィス。てな感じで、ちょっと下の方はやっぱりまだ活躍しきってないキャラクターとかがやっぱバーッと溜まってる印象です。同着でまた何人かいます。45位群、いきます。大野田龍介、大野田先生は、まあ、デザイン業界の巨匠ポジションの人です。45位同着、古谷。古谷は僕は個人的に相当好きなキャラクターなんですけど、古谷が一番好きっていうのは相当珍しいと個人的には思うので、まあこんなもんかなって。3票取っただけですごいなと。45位同着、桂紗恵子、第9営業部のエロメガネこと女の人でございます。45位最後、スーハンは、上海オフィスのすごい下ネタを連発する子なので、まあ下ネタを言うと、まあ、カツラもそうですけど、45位止まりだなと。下ネタは良くないなと思います。で、4票の42位、天網、アントレースバンコクオフィスの天網さんです。で、42位同着、ジェミニ・オズボーン。この人もね、結構好きなんですけど、まあ一番じゃないよねっていう気はしますけど、でも、まあそれにしてはすごいなと。同着42位、アレン、
まあ、アレンもニューヨークオプスの子ですね。次は、同着おらず、41位単独、塚春樹、アントレースの、最大戦力3人のうちの1人、トッティっていうね、あだ名で呼ばれてますけど、トッティは、まあ、あんまり、強さランキングみたいなのは明確にないんですけど、まあ、トップクラスエンジニア、エレンの世界観で、トップクラスのエンジニアキャラクターなので、やっぱり好きって言ってくれることが多い気がします。次は6票の38軍です。ちょっとこの小刻みにね、こう行くんで、みみっちいなって感じがして、ちょっと申し訳ないんですけど、途中から急に票数ガッと変わるんで、ちょっと、まあ、せっかく動画で撮るというので、下の順位から、あえて説明させていただいておりますが、まあ、のんびりお付き合いください。38位、白井。これは最新話の駆け込み投票かもしれないですね。最新話で非常に活躍したので。で同着38位、宇治田。宇治田はね、僕の記憶の限りでは、第2部で、人身事故を起こす以外活躍がなかったんですけど、まあ、人身事故を起こしたおかげ、38位、最後、マチルダ・グレイマン、6票。マチルダさんは、まあ、第1部もそうですけど、まあ、そんなになんかメインに中心になってくるキャラクターではないんですけど、まあ、もう、元祖サブキャラって感じなんですけど、でもそれでもやっぱり好きって言ってくださる人が、なんかやっぱこういうできるメガネ女性は人気なのかもしれないですね。続いて34位。34位も複数おります。7票です。神楽坂。ルカワの元同期、園宮千秋。ちょうどリメイク版でも今、再登場して、こっから活躍すると思うんで、根強く。結構珍しいですよね。そのクライアントっていう立場でありながら、評価されるっていうのはありがたいなと思います。一色、桃花。名前だけだとピンとこないかもしれないですけど、サニートライの秘書の子です。財前社長の右腕。で、ちょっとまあ秘書っていうと、本当にサブのサブみたいな印象ですけど、まあ特別な秘書なんでね、ちょっと、まあ魅力の方は、こんな秘書おるんかっていう目で見てもらえると面白いなと思います。34位最後、シャオリン。シャオリンもね、結構好きなキャラクターっていうか、まあアントレースのサテライトオフィスの海外支社の子たちはみんな結構お気に入りが多いんですけど、シャオリンもあんまり伸びなかったな、勝手な親心としてはもうちょっと上かなと勝手に思ってたんですけど、やっぱあれっすね、あれですね。大人に失礼な態度取りまくるから人気出ないですかね。今後もっと活躍してくれると思います。はい。31位、複数におります。1人目、千夏。千夏はアントレスの意外と優秀な設定なんですけど、ちょっと地味っていう、日本人で唯一の新卒採用された子っていう、なんかまあ、ちょっと地味だな。説明すると地味なんですけど、あかねゆうこ、ゆうこりんです。第1部の結構、スタメン。あれっすね。やっぱ第2部だけでやっぱ評価って、まあ、続編なんでね、第1部の評価引き継いでっていうのが人気投票なんで、全然、OK なんですけど、やっぱりキャラクターの思い入れがやっぱ反映されてるなと思います。で、これ意外だったのが、その31位で山下優作、元柳チームの、柳の元上司、第1部から出てるキャラクターですね。山下さんっていう、いつも腐った顔して、シャオリンより上なのか、山下さんっていう。多分あれですね。神谷雄介との絡みが、再評価されたんじゃないかなと思います。はい。30位、トニー・ジェイコブス。9票。トニー・ジェイコブスは、まあ、正直これリメイク版の、多分影響ですね。まあ、リメイク版もまあ、同時に進行してる物語、同じなんで、ユニバースなので、多分向こう側の世界で、すごい人気が高まったんでしょうね。それがこう、こっちにこぼれてきたという感じかもしれません。で、27位が、3人おります。ここに来てやっと10票ですね。10票。斎藤幸男。さっちゃんですね。岸あかり、モデル岸あかりの右腕にして、B1 マネージャー。B1 か知らないけど。剛腕マネージャーですね、いろんな意味で。続いて、鹿島京子。多分第2部出てないんだけど、じゃあなんでそもそもこのランキング表に入れたんだって感じで。まあ、再登場を多分期待されてのこの数字かなと思います。鹿島さん。はい。27位。最後。岸彩乃。これね、ちょっと、今ここに G 出すと思うんですけど、岸彩乃、なんかこの暴走族みたいな当て字で書いた岸彩乃っていう、まあ、たまたま、岸彩乃と同姓同名、響きが同じの、漫画家、中二病漫画家でございます。まあ、ちょっと正体不明の、謎の。25位、12票、岸あずさ。
あれですね、ビビットビームのリーダーですね、水目とも呼ばれてます、岸あずさがここにランクインしてます。まあ、悪が強い岸家の中で、まあ、唯一まともな子っていう、まあ、触れ込みで今、登場してますけども、まあ、ちょっとここから、また出てくるんじゃないかなと思います。というか、まあ、クライアントなんでね、続いて25位、家内地図。カナですね。劇中でカナっていう愛称で呼ばれてる女の子です。で、まあ、カナエも僕すごい好きなキャラクターなので、ここから、書くのが楽しみです。24位、15票、朝倉朝日。朝倉浩一の娘ちゃんですね。はい。謎に人気っていう15票、言葉を喋る前に、末恐ろしいですね。23位、16票、深見忍。ここに来て、やっとその大工の営業さん、女性で、専任部長という立場で、部長を目指しているキャラクターでございますけども、最初の方はね、ちょっと嫌われるかもなと思って書いてたんですけど、まあ、23位にいたので、すごく嬉しいです。22位、17票、ルカワ春、ルカワの弟です。21位、19票、ヤタニ、これ、八谷さん、みんな八谷さんって呼んでるんですけど、八谷さんの方がメジャーなのかな？まあ、八谷さん。続いて、19位が2人います。25票。マリン・ウィンスロップ。ちょっと変えましたけど、マリンですね。第1部から登場してるマリン。ちょっと、まあ、どういうカラクターで登場してるかは、見てない方はお楽しみにしてください。はい。まあ、マリンはもう、ものすごい、まあ、元からね、優秀な子なんでね、まあ、それはもう、我らがマリン、うちのマリンは、いいよな、っていうね、そういう感じですけども。続いて、19位、到着です。財前治、サニートライの、元宣伝部部長で、今、社長になって、社長にやっと、その、就任した。まあ、悪が強い、その、まあ、最強のクライアントみたいな存在ですね。ついにね、第2部でもプレゼン編が始まるんで、ちょっと直接、朝倉チームというか、まあ、目黒広告社との直接対決を、ぜひお楽しみください。続いて17位。こちらもね、2人います。26票。岸アンナ。強いですね。やっぱ岸家がそもそも強いのと、やっぱアンナがやっぱ出るたびにやっぱ、なんか PV も、ビュー数も違うんじゃないかって思うぐらいなんか、毎回アンナをサムネにしたらいいのかな。続いて17位、ナタリー・ルッソ。ナタリーちゃんもね、これ、やっぱリメイク版の、この、余波がこう、でかいっすよね。ナタリーもね、やっぱ、リメイク版の話になりますけど、ナタリー人気やばいんですよ。なんか、ジャンプラのアプリで見ると、ナタリーが活躍した回だけ、なんか10万 PV ぐらい高いみたいな、謎のレコードを叩き出してる、共感できるし才能あるみたいな、なんかそういうハイブリッドなキャラクターなんで、応援したくなるのかなと思います。第2部では、多分出てくると思うんで、楽しみにしてください。はい。なんか、この、出てくると思うんでとか、すら、多分ネタバレと感じる人もいると思うんですけど、まあ、ちょっと原作者、の、一人言というか、まあ、それ言い出したら原作者何も喋れなくなっちゃうんで、この、笑ってするしてください。っていうか、なんか、そういうネタバレを、こう、避けて書いてるんで、なんか、その、例えばプレゼンの結果を先に、もう出しちゃって、そのプレゼンを、なんか、5巻ぐらいかけて今やってるじゃないですか。プレゼンの結果もう第1話に出てるんですよ。だけど、結果分かってんのに、ネタバレじゃないですか。でも、それを5巻かけてやるっていう、この、なんでしょう、この、面の皮の厚さみたいなのを、評価してもらえると嬉しいなと思います。はい。16位、36票、相沢一郎。ついに来ましたね。我らが相沢くん、36票でございます。まあ、朝倉チームの、まあ、新人くんですね。まあ、ちょっと、かなり大活躍されてるんで、まあ、今後に期待という。続いて15位、こっからね、ちょっとグッと上がります。70票。沢村隆。もう我らが沢村さん。やはり、じじい強い。じじい強いですね。沢村さん、僕も大好きです。74票。で、14位。有馬です。有馬局長。
まあ、第2部の、新キャラクターなので、第1部しか読んでない人はわかんないと思うんですけど、まあ、相当、ユニークなキャラクターで、もしかしたらもうちょい上行くかなと思ったんですけど、まあ、でもやっぱ第1部のキャラクターが、こう、依然として人気投票で強い中で、ここで食い込んでくるのは、やっぱさすが有馬だなと思います。はい。続いて13位、76票。まあ、ちょっと僅差ですね。佐久間威風。最強のカメラマン、佐久間威風が、ランクインしてます。まあ、威風はちょっと今後どうなるか、さらに気になる状態にあると思うんで、ちょっと、頑張って書きますけども。12位、いよいよ、こっから、ルーシー・ピグロ。やっぱルーシーもやっぱ、もう安定の高人気。1位になることはないんだけど、1位とか3位ぐらいまでには、まあ入んないんだけど、この辺には絶対いるっていう、このナイスサポートキャラ。まあ、サポートキャラの中でもしかしたら一番人気なのかもしれないですね。まあ、ルーシーはもう個人的にも大好きなキャラクターなんで、まあ、好きあらば書いていこうと。まあ、ルーシーの、こう、短編を書きたいとずっと思ってるんですけど、ちょっとなかなか好きあらばって感じ。11位、87票、岸彩乃。ついにこの岸家の、長女はここにランクインしてますけども、まあ、これも明らかにリメイク版の、この流れ玉でしょうね、この。まあ、綾野様、本当にリメイク版の方で相当人気が高いというか、人気が高いし、まあ、定評があるというか、固定ファンがいる印象です。そして、いよいよここから10位以上の発表になるですけども、僕がジムに行く時間でして、完全に時間がもう遅刻の時間なんで、ちょっとジム帰ってきてから、続きやれます。あ、すいません、ちょっとジムに行こうとしてたんですけど、ちょっとこれ今スケジュールをこう、逆算していろいろこう、頭脳をね、こう、フル回転で考えた結果、どう考えても数日動画の時間ないなと思って、この残り10人を発表するのに、結構時間空いちゃうんで、ちょっと気持ち悪いなと思って、ちょっとキリが悪いんですけど、今回は、11位までの発表ということにさせてください。すいません。なんか、ちょっと多分タイトルにはそうすると思うんで、トップ10の発表は、数日後ということで、すいません。それではちょっとお茶を濁させてください。本当に申し訳ございませんが、僕のスケジュール管理能力不足でした。すいません。まあ、残り10人で、まあ、主要キャラがまだ出てないんで、まあ、だからこそ、こう、ランキングがね、こう、ガーッと、誰が1位かな、あの子に勝ってるかな、とか、妄想していただきながら、待っていただけると、すいません。まあ、ちょっと動画もね、多分すげえ長くなってると思うんで、まあ、切るという意味でも、まあ、前編ということで、今回は、人気投票、ランキング発表前編でございました。申し訳ございません。後編をお楽しみください。重ね、お願いばかりで恐縮ですけども、チャンネル登録、グッドボタン、してくださると励みになりますので、今後とも、よろしくお願いします。それでは、また。